皆さんこんにちはこんばんはここみチャンネルのショーが今日は破綻をお送りいたしますよろしくお願いいたしますまあ、今アメリカですねまあ、実際こう報道全く出てないんですけれどももう揺れ動いていますまあ、かなり経済的にねもうアップダウン激しくて混乱していますねその要因の一つはファーストパブリックバンクファーストパブリックバンク この、えー、これね、地方銀行で、日本でね、あの例えて言うんだったら、長野県の82銀行を暮らす。ということですね。まあ、ここがあの吹き飛びそうなんですよ。あの完全にあの危ない。で、ずっとこうね、ね、どうだどうだって言われてきた銀行なんですけれども、まあ、先ほどから出てますけれども、えー、株価ですね。ファーストパブリックバンクのね。ここ何日かで見てください。 もう、真っ逆さま。これ、シリコンバレーバンクの時と全く同じ形なんですよ。このまんまほっとけば、もちろん 99.、99.9%ファーストパブリックバンクは吹き飛ぶんですね。飛びます飛びますバイ坂上二郎。ということで、ここにこれ入れるなっていうね、批判が <laughs> 来ると思うんですけど、あの、真面目にやれとね、まあ、いうふうな、あの、ことなんでしょうけども、あのね、 このファーストパブリック・バンク、かなり危険な状態で、今ですね、一部報道によると、アメリカのですよ、国が、アメリカ政府が、救済に乗り出すかどうかを調整しているという、まあこれはね、ちゃんとした報道じゃないんですけど、一部流れています。で、それをうのみにしたんでしょうね。今ドル高円安かなりの勢いで ここ24時間、ガンガン、ドル高になっていますね。要する安心感広がっているという。これわかんないですよ。単に噂なんで、この株価ここまで落ちていて、いや、救済するってね、それだったらシリコンバレーバンクもね、あの、今までの銀行全部救済しとけばよかったんですよ。アメリカって基本的に救済しないっていう体質なんですよ。いや、それはおかしいだろうと。 自己責任だろうと。銀行のね。だから、なんで政府がそれに税金を投入して救済しなければいけないんだ。そのやり方は間違っているとずっと言ってきたんですよ。で、そうやってやってきて、破綻をただ処理するだけ、後処理ですね。だ救済っていうことはしてこなかったんですよね。で、ここに来て、救済案っていうのは出てるという一部報道が、まあ、これ真実かどうかわかんないんですよ。あの、調整、救済っていう、まあ、あの言葉が、 飛びっっててるるんんででですすよよそれで今ドル高になっているんですよねこれはね、おそらくですよいや、私個人の意見ですけども、これねあの、日本のゴールデンウィーク突入を待ってるんだと思うんですよ。日本ってね、結構お金はね、あちこちあり余っているんですよ。であり余っている人が個人でもいるし、まあ、政府の一部、あの自由に使えるお金もありますからね。 これ、為替だとか、ま、もろもろの影響を考えて、日本が手が出せないのがゴールデンウィークじゃないですか。だから、ゴールデンウィークに、いや、これね、前もあったん,んですよ。ずっと、もう何、15年ぐらい前ですかね。ゴールデンウィークとか、あの、正月の休みにぶつけて破綻させるっていうパターンを結構取るんですよ。なぜかというと、まあ、あの、正月だったら世界中のそういう投資家が手が出せない。 あとゴールデンウィークだったらまあ日本が手が出せない。結構日本ね、あの、あおそこだと思って、バンバンレバレッジかけて投資してくる人たちとか、またはそういう、まあ、組織が多いんですよ、グループが。だからそれがね、邪魔なんですよね。それやられちゃうとね。だからゴールデンウィークあたりに何か人波乱。やっぱりね、前から何回もお話ししてますけれども、5月に入って、経済も大波乱。 まあもちろんね、まあ、いろんなことが続けて起きます。まあ今、あの、ウキロキやってますけれども、まあその拡大、延長線上にあるものが起きる。まあそれがスタートするということですね。だからあらゆる、まあ悪いものが突き出してくるという状態になりますよ。だからもう瀕死の状態になりますよ。日本もアメリカもね。まあヨーロッパももちろん各国ね。これは避けられない。5月からスタート。 5月にいきなりピークじゃないんですよ。5月から始まるんですよ。だからまあ始まることを一つずつチェックして見ていけば、いや、これは危ないなっていうのがね、あの必ず兆候出て表に出てくるので、なるほどす、これか、いや、これか、これかっていうのが、まあ2つ3つ始まってくるので、まあそれをちょっとちゃんと冷静に受け止めて進んでいかないといけないということですね。まあその一つとして具体的にファーストパブリックバンクが、まあ、吹き飛ぶと。まあ、 あもうダメでしょうね。この、あの、通常この株価の落ち方だったらもう99.9%アウトなんですよ。あの、このままほっといたらね。いや、これ国がだからお金を投入すれば、まあ、救済可能なのかもしれないですよね。でも、わからないですよ。アメリカって今までは一回もそんなことしたことないですから、ここで、だから救済しないと、だからそれが本当だとするとね、もしあの、アメリカ政府が、 救済案を出して、救済するとするじゃないですか。よっぽど大変なことが起きるんですよ。これを救済しとかないと。要するに、この余波で、あっちもこっちも、あっちもこっちもというふうに出てきてしまうので、何が何でも救済すべきじゃないかと言っている人がいるってことですよ。まあ、上院議員かなんかでいるんでしょうね。一人、二人ね。そんなこと言ってる人がね。いや、だけど、まあ、これはね、うーん、まあ、今までのアメリカだったら潰すでしょう。 だから、潰れる方に、原平3000点。いやいや、ごめんなさい。<laughs> いや、知らない人いますよね。いや、もうね、昔の話なんて、大橋巨船のね、クイズダービーっていう番組があったんですよ。クイズ番組がね。で、そこで、竹下恵子さんとか、原平さんっていう漫画家の方が、まあ、あの、パネラーでね、まあ、答えを、答えるんですよね。で、まあ、あの、フリップに書いたりして、で、映像で見して、用意。 ドーンって言って正解を見て、そこに書けるんですよ。で、あのゲストがいて、3人ぐらいいるのかないつも。で、そのゲストが、あの、持ち分があって、5000点とか持ってるんですよね。で、それ最初から何点まで増やして、じゃあ1位優勝は誰っていうふうになるんですよね。で、いつも答える人は大体レギュラー同じなんですよ。で、その中に真ん中辺に座っている原平さんっていう方がいて、その方がね、何でもよく知ってるんですよね。あの、本当に。で、何でも答えるんですよ。 で、最後に、もう、一か八かで、残っているポイント、も、ま、う、あ、全部、3000ポイントしか残ってなければ、3000ポイントをかけるんですよね。で、具志堅さんって、あの、ボクサーのね、ボクシングの、あの、元チャンピオンのね、素晴らしいチャンピオンですよ。ものすごい強かったですよ。あの、具志堅さんが、まあ、あの、何ポイント何ポイントって、かける方で、あのゲ、結構ゲストでね、来てらっしゃったんですよ。でね、たまたまね、あの、回答者になったんですよね。誰か穴開いちゃって、 回答がにもあったんですよ。で、竹下恵子さんも結構答えるんですよね。で、女優の竹下恵子さん、原田愛菜さんで、具志堅さん、あと二人誰かこう、あの、左右に並んでて5人ぐらいだったかな。で、あの、最後ね、あの、いやー、具志堅さんにもかけてみようかっていう方がいて、ゲストで。で、まあ、原田愛菜さんに全部っていう人もいれば、竹下恵子さんにじゃあかけようかなっていう人もいて、で、具志堅さんにもね、かなりのポイントでかけた人がいたんですよ。 で、答えを一つずつ大橋巨船さんが、あ、じゃあ原平さんとか言って開けていくんですよね。で、上のモニターに映るんですけど、で、原平さんは正解したんですよ。やっぱり原平さんだなと思って見てたんですよね、その時にね。で、次、竹下恵子さんも正解だったんですよ。すごいですよね。で、結構ね、わかりやすい問題だったんですよね。で、具志堅さんの番だったんですよ。なんかスポーツかなんかの問題だったんで、まあ、ボクシング、スポーツじゃないですか、一応。 だから、あ、スポーツだから、具志堅さんだって絶対正解だなと思ったんですよ。一般の方かなり知ってる子、あの、知ってる問題なんですよね。で、あ、絶対正解だなと思って、みんな見てたんですよ。で、大橋巨泉さんが、じゃあ、最後、具志堅さん開けてみようって言って、具志堅さんの答えって言って開けたら、原平に3000点って書いてあったんですよ。いや、それって、あの、書ける方が、あの、あの、いうことで、 あの、答えなきゃいけないんですよね、答えを。で、具志堅さんって、なんでしょうね。めちゃめちゃ面白いですよね。だからね、腹平に3000点って書いてあったんですよね。全然答えようとしない。ね。あの、ちゃんと問題も聞いてない。すごい人ですよね。え、まあ、余計なことですたね。<laughs> そうじゃなくて、<laughs> まあ、あの、ファーストパブリックバンクが、このまんまだとね、あの、もうどうにもならないような状態に、まあ、なっている。ゴールデンウィークが山場ということで、 ゴールデンウィーク中に何か経済的に起きるアメリカ発でということになりますね。ということで、まあ、あの、投資やってる人はね、自己判断で、これ売れ、もう揺れ動くんでね、上がったり下がったりね、いろんなものが。だからこれちょっとね、あの、あんまりね、こう慣れてない人手出したら痛い目にあいますよ。本当にね。まあ、ちょっとね、あの、気をつけながらね、やられていくといいと思います。ということで、今日は、 破綻をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。